チャールズ・トムソン・リーズ・ウィルソンは、スコットランドの気象学者、物理学者である、CTR ・ウィルソンとも呼ばれる。若い頃に雲に興味を持ち、人工的に雲を発生させる実験を重ねて、水蒸気の凝結核として、大気中に自然発生するイオンの存在を確かめた。その実験装置はイオンを可視化する装置として、改良されクラウドチャンバーと名付けられた。 1911年に X 線やアルファ線などの放射線の秘跡を可視化して写真撮影することに成功した。霧箱はその後多くの研究者によって初期の原子物理学の研究に大いに役立てられ、その功績で1927年のノーベル物理学賞を受賞した。スコットランドのエディンバラの近くのグレンコース群に生まれたウィルソン家は 代々の農家で、父は、牧用業者で、母は、生死業を営む、家ので出であった。4歳の時に父を失い、母はウィルソンを連れて、マンチェスターに移り、彼はそこで教育を受けた。大学は、応援大学で、現在のマンチェスター大学である。大学生の時は医者になるつもりで、動物学を専攻した。しかし、ここで、物理学教授のバルファー・スチュアートに出会い、 物理学に興味を持つようになった。1888年の時に小学生としてケンブリッジ大学に転校し、物理学と科学の勉強をして1891年に卒業し、1年間母校の助手を務めた後中学校の教師となった。1894年にクラーク・マクスウェル研究所の小学生になり、3年間研究を続け、 その後一年間は気象協会で大気中の電気現象の研究をした。この時代のことをウィルソンは1927年のノーベル賞講演で1894年の9月に私はスコットランド最高峰のベンネービス山地の天文台で数週間を過ごした。その時雲が日光に当たってできる美しい自然現象に心を打たれ。 同じ自然現象を実験室で再現したいと思った、と語っている。CTR ・ウィルソンが1912年に撮影したアルファ線の筆跡。CTR ・ウィルソンが1912年に撮影した X 線による筆跡。ウィルソンの業績で最も有名なのは、霧箱の発明であるが、その開発研究の主な部分は1895年から1900年の 間になされた。ウィルソンの切り箱を利用してノーベル賞を得た科学者は1927年のコンプトン、1936年にアンダーソン、1948年にブラケットなどがいる。ウィルソンは1900年にケンブリッジ大学のシドニーサセックスカレッジのフェローになり、同時に同大学の講師となった。1908年に結婚し2男2女を設けた。 1918年までウィルソンは、ケンブリッジ大学のキャベン・リッシュ研究所で、上級生のための応用物理学講座の責任者を務め、工学の講義もした。1911年には、世界で初めてアルファ粒子とベータ粒子の秘跡の写真を撮ることに成功した。1913年に、太陽物理観察所のオブザーバーに任命され、 ここで霧箱による四化粒子の研究と雷電気の研究を続けた。1918年にはケンブリッジ大学の気象電気学の講師になり、1927年にコンプトンと共に霧箱発明の業績でノーベル物理学賞を受けた。ノーベル賞以外にも数々の賞を受賞し、ロンドンの応仁学会の会員でもあった。 キャベンディッシュ研究所ではウィルソンは大変用心深い研究者でゲーテのモットーを急がずに、しかし休まずにに従って仕事を進めていたという。彼は自分のガラス細工は全て自分でやり、美しく設計した自分の装置を全て自分で見事に組み立てた。退職後にエディンバラに今日移し、80歳の時に記事に近いカーロップス村に移ったが、 週に1回はバスでエディンバラに出かけ、友人と昼食を共にするなど元気に過ごした。1956年の時に雷雲の電気についての論文を Proceedings of the Royal Society に掲載し、晩年まで活発に科学研究を続けた。1959年11月15日に家族に見守られて生涯を閉じた。 1895年当時の実験装置。F を真空にしてから E につなぐと、A の空気が急膨張して、A の中に霧ができる。1895年にウィルソンは、キャベディッシュ研究所のジョゼフ・ジョン・トムソンの助手となって、人工的に雲を発生させる研究を始めた。1880から1890当時の、理論では J8 県らの研究によって、 空気中には無数のゴミが存在していることが発見され、そのゴミが核となって水蒸気が凝結して霧になるが、ゴミがないと霧はできないというゴミ説が主流であった。彼らは湿った空気を急激に膨張させて断熱膨張の温度低下で霧を作る実験を行った。一方、1890年頃から RV ヘルムホルツラによって 水蒸気凝結の原因は、気体のイオンだという、イオン説が登場した。ヘルムホルツラは、高圧水蒸気噴射では、放電が、水蒸気の凝結に影響を及ぼすことや、露化した空気でも水滴が生じることを発見し、ゴミ以外の原因でも凝結が起こることを示した。しかしながら1890年当時は、ゴミ説が優勢であり、ゴミ説を取る人々は、 イオン説の実験の不備を一つ一つ指摘した。イオン説の人々にはこれらの指摘にうまく答えることができず、ゴミ説とイオン説の対立は密解決であった。ウィルソンはこうした状況に決着をつけるために実験装置を考案した。それは外部から入り込んだすべての凝結核を除去した空気でも霧が生じるかを確かめる膨張装置だった。 ウィルソンは空気を膨張させるガラス容器を水中に沈めて外から容器の中にゴミが入り込まないようにした。これはろ過した空気でも微粒子が残るのではないかという反論への対策であった。水中に置いた容器内の空気を何度も断熱膨張させることにより霧を発生させ容器内のゴミを水滴と共に下に落として除去していった。 この装置によってウィルソンは湿った空気の同一な資料を何度でも繰り返し膨張させることができるようになった。この装置は空気の膨張比率を自由に変えることもできた。この装置を数回繰り返して膨張させて霧を作れば空気中に存在していたゴミは完全に除去されるし水に囲まれた空間に外からゴミが入り込む可能性もなかった。ウィルソンは 完全に正常な空気を得ることができるようになった。ウィルソンは実験の結果、何度も霧を作らせてその霧が沈下するのを待って、A 都県の凝結核が少しもないような湿った空気の中では、膨張比が下方派の4倍の臨界値を超えなければ、どんなに膨張させても水滴はできないが、ひとたびこの臨界膨張比を超えると、水滴が雨のように降ることを発見した。 これによってゴミ以外の凝結核が存在することをはっきりと示すことができた。ウィルソンはゴミがない時でも水滴の核になるものの正体を追求した。彼は1897年に発表した論文で膨張が蒸気限界を超えた時に凝結を引き起こす核は一定時間少数存在しているに過ぎないが、 それが覗かれるのと同じぐらい早く、同種の核に置き換えられることを発見した。ゴミではない核は何度でも復活し、どれだけ頻繁に空気を膨張させても、水滴数の減少は検知できなかったと報告している。また、あらゆる外来の核のない方は空気において、凝結を起こす断熱膨張に対して、我々は最終溶石が、 初期溶石の1.252を超えねばならないことが分かったとしてる。ウィルソンは雲のでき方について湿った空気の上昇流があるとき外来の核がそれに伴って凝結して取り除かれていくことそのようにして作られた雲の層の上に上昇するゴミを持たない空気も過方和になって凝結が始まることはここでの実験で導かれることであるとした。 ウィルソンはこの核についての計算を行い、その大きさがせいぜい分子のオーダーであることを指摘した。つまりその核は、ゴミのようなマクロなものではないことを突き止めた。ウィルソンの死であるトムソンは1895年以来、帯電した水滴の成長に関する理論的研究を行っていて、帯電した水滴は、表面からの蒸発が減り、帯電していなければ蒸発して消えてしまう。 はずの水滴が成長できることを、ウィルソンも知っていた。ウィルソンは1896年3月にゴミを含まない空気に、X 線を照射し、それを膨張させると、濃い霧が生じるのを見出した。1896年に、ウィルソンの死のトムソンと同僚のラザフォードは、X 線を当てた気体にはイオンが生じていることを発見した。ウィルソンのゴミでない凝結核は、 大気中のイオンであると考えた。しかしウィルソンにとって謎となったのはどうして大気イオンは何度でも再生するのかという問題であった。ウィルソンは1901年に空気をイオン化する原因がもし空から降ってくるならトンネルの岩盤で吸収されるだろうと予想して携帯できる検電器を作ってトンネルの中と外の空気中の静電気の量を測ったが 大気イオンの発生率に差は見られなかった。ウィルソンは空気中の再生するイオンは空気自体の性質という他ないとした。その謎は解けないままウィルソンは1904年に霧の実験を終えた。ウィルソンはその論文の中で自身の実験装置をクラウドチャンバーと呼んでいる。ウィルソンが1911年に完成させた霧箱。ウィルソンの霧箱。 1912年の論文の図 C を真空にしてから B をつなぐと D の周囲が急減圧しシリンダーが下がり A の空気が急膨張する A の上にカメラをセットして膨張と同時にフラッシュを光らせて撮影する A 内に放射性原子をセットすれば放射線の飛跡が映るウィルソンは1910年からイオンを可視化する研究を始めた ウィルソンは水蒸気の凝結を使えば空気中のイオンを水滴として目に見えるようにできイオンを数えることができると考えたのであるウィルソンは膨張装置で水滴の写真が撮れるように実験装置の改良を行った目的はイオン電荷を直接測定することだったその当時すでに放射線の研究が進んでおりアルファ線やベータ線が飛ぶと空気中に イオンでができることが知られていた。ウィルソンは、アルファ線やベータ線の電離作用によってできる、空気中のイオンに水を凝縮させて可視化させる、可能性と写真を撮る、可能性を追求した。1911年に、装置の改良を行い、膨張装置の中にラジウムをつけた、細い針を入れて、初めて、 アルファ線の否定に沿って、霧の美しい効果が観察された。糸のように細いベータ線の筆跡も見ることに成功した。ウィルソンは、その結果を1911年4月に、応仁学会に投稿した。1911年の夏に装置を改良し、1911年の冬にも撮影に成功し、1912年6月の論文として、応仁学会に投稿した。 この論文の中でもウィルソンは実験装置のことをクラウドチェンバーと呼んでいる。1912年から1913年の冬にかけて X 線の効果を知るために撮影を行った。その写真はコンプトン産卵を可視化したものとなった。ウィルソンはその功績が認められ、アーサー・コンプトンと同時に1927年にノーベル物理学賞を受賞した。 ノーベル財団は、ウィルソンの受賞理由の中で、この数年、ウィルソンの方法によって新しく科学的に、極めて重要な結果が達成されましたが、それは、他の方法では得られなかったでしょう。この結果によって、ウィルソンの発見がかなり以前になされたにもかかわらず、ノーベル賞の受賞要件を満たしているのです。あなたが巧みな傍聴法を発見してから長い、年月が経ちましたけれども、 あなたの発見の価値は、あなた自身の熱心な研究と、他の人々によって得られた結果とによって、極めて高められました。と功績を称えている。ウィルソン切り箱を使って宇宙船の研究を行って、ノーベル物理学賞を受賞したパトリック・ブラケットは、1960年に CTR ・ウィルソンが撮ったこれらの初期の放射線筆跡の写真は、今日でもなお、 この種の写真の中では技術において最優秀の部に属すると述べている。ありがとうございます。